アキラッチのスカッと皇室、紀子様本音炸裂、トンボ新論文予告、緊張感漂う現場、母娘語彙力不足。はい、どうもキャッチです。紀子様が58歳の誕生日で文章がね公開されてましたね。昭島家に対するネットの批判について、心穏やかに過ごすことが難しいと思いを明かされてましたね。まあ、そしてね、6日に18歳になって成年を迎えられた悠仁様について、成年の皇族としての務めを一つ一つ大事にして経験を重ねてほしいと願っていますと綴られてましたね。そしてね、佳子様については頑張ってる姿を頼もしく思ってますので、刺激を受けたりとか学んだりとかしてるようですね。さらにね、眞子さんについてもコメントを出してますね。3年前に結婚してからニューヨークで暮らす小室眞子さんについては、一緒に楽しんだ思い出について触れて、今もね色褪せずに心のアルバムに収まってますということで、いつも彼女の幸せを願ってますと綴られてますね。そしてね、眞子家に対してネット上などにバッシングとも取れる批判が続いている状況について、心穏やかに過ごすことが難しく思い悩むことがありますと率直な思いを明かされたということですね。ちなみにね、紀子様に関しては年明けに一応のね体調不良っていう報道がありましたけども、現在の体調について食生活とか睡眠、仕事のペースを見直しながらゆっくりと体を休めるように心かけて徐々に回復をしたということですね。紀子様のね体調不良よりも昭島家の場合に関しては、料理番とか職員の方がブラックバイトで体調不良にねなってないのか心配ですけどね。こういう形でね、昭島家の料理番ってことでブラックバイトと報じられてましたね。体調不良でいうとね、悠仁様に関しても、小室家と眞子さんのね結婚問題の時に食べたものを戻したりとか、そういうこともねあったようですけどね。どっちか言ったらね、紀子様よりも職員の方が心配ですけどね。そもそもね、全ては小室家と眞子さんの結婚問題から昭島家の批判が始まって、それまでは特に注目をされてなかったわけですね。でもね、この注目されたことでいくらでもボロが出てきたわけですね。過去にねやらかしてきたことがどんどん明らかになっているだけだと思いますけどね。それをね、突き詰めていったら、本当にね、悠仁様は昭島5歳の子供なんかとかね、そういったところに行き着きますよね。さらにね、昭島様に関しては誰の子供ってことで行き着きますよね。こういった批判とかを解決する方法としては、まずね DNA 検査っていうのが有効な手段の一つですね。こういった言葉に関しても定期的にトレンドに上がってるんで、ここの検査するだけでもだいぶね炎上とかも収まると思いますけどね。とりあえずはね、天皇の子供ってことが証明されたら、少しは気合してくれる人もね増えるかもわからないですね。この自分の誕生日なのにね、悠仁様に対しての言葉が多かったですね。悠仁様がね生まれてからトンボが好きになりだした話とか、なんとかねトンボに詳しい設定を作ろうと必死な感じでしたね。幼稚園とか小学校低学年の時に水分補給係とトンボを見つけたいの一人として、リュックサックを背負って一緒にね野山の水辺にある場所へよくね出かけた夏の日のことをね懐かしく思い出しますと、その頃からトンボが好きだってことで今頃になってね出してきましたね。このトンボ見つけ隊をね一緒にやった人に関しては、嫌な思い出なのか、誰もそのことを語ってくれる人はいませんね。幼稚園から中学校までは一緒の学校の可能性が高いですよね。だからね、仲良かったら悠仁様のことを話してくれそうなんですけどね。でもこれまでそういった話は出てこなかったですね。トンボが好きな設定は結構前からやってましたけども、今のところそういった話は出てきてませんからね。普通はね、その仲良くなくても将来天皇になるかもってことで、あの時にね一緒にトンボとかを見つけたねってことで、トンボ見つけたいで頑張った話とか聞けそうですけども、そういった同級生の話がこれまで出てきたことがないですよね。よっぽど悠仁様と関わるのが嫌なんですかね。しかもね、次の論文予告らしい発言とかも飛び出してましたね。ここですね、このそうするうちにってことですね。そうするうちに山や川にね出かけて多様な自然環境に住むトンボの羽化からね産卵行動までの生活史を観察記録するようになったわけですね。そしてね、ある時ヤゴの夜間の行動をビデオカメラで記録しようとしてましたけども、ヤゴがね移動したために思い通りに映像を撮ることができずに、試行錯誤を繰り返しながら根気強く記録を続けて、ついにね撮影ができたことに関しても心に残っていると語ってますね。これはね今後の悠仁様のトンボ論文に出てきそうですね。このねある時って表現がいつの時期の設定にするのか、ぼかしてますね。別に隠す必要ないんですけどね。そしてね、コロナになってからはトンボから赤坂御用地内の希少な植物にも目を向けるようになったってことであるんでね、これは今後の東京大学での自然史っていう設定に使ってくるかもしれませんね。そしてね、宮内庁文化祭での作品の思い出に関しても語っていましたね。
昔の暮らしっていう作品に関しては家族5人で古民家の、まあ、かやとかね、まあ、小物とかに関してもみんなで作った設定みたいですね。でまあそれでね、それぞれが担当して協力をして取り組んだ模型で我が家の宝物の一つってことですね。でもね、まあ、それだったらまあ黙って映像とかに映り込むようにしてから宮内記者からね、まあ、こそっとこれをいい感じの記事にしたって感じで言えばねいいんですけどね。メディアとねズブズブなんだからそういった時にメディアを使えばいいんですけどね。まあこの辺がメディアの使い方が下手ですね。しかもね、まあ、文章での回答と発表されてましたけども、間抜けな記述もありましたね。宮邸の水田の稲穂が色づいてきました。空を飛ぶ秋津を見かけることが多いこの時期にと書いてますけども、このね秋津の横にこれはねトンボの古い呼び方と書いてますよね。まあトンボのね米ってことで書いてますね、まあ、文書回答ですかこれね。まあこの文書回答ってことで書いてますからね。宮内記者会の質問に対する文書のご回答ってことで書いてますね。文書回答でわざわざね、まあ、このカッコつかないといけないような感じで書いてるわけですね。なぜ文書回答で古い言葉にねこだわったのかよくわからないですね。まあこういったね無駄な作業とかを増やしてる感じですよね。まあこの辺でアクション系の職員が苦労してるのが文書からもわかりますね。しかもね、まあ、岐阜の方では一番出してはいけない話題を出しましたね。岐阜のね総盆栽の話題ですね。鵜飼の話題を出してましたね。長良川で鵜飼を代々受け継ぐ宮内庁式部職の鵜城と会ったわけですね。まあ、そしてね久志様は鵜城から1300年前から続く伝統療法の技に関する話を聞いて、いつかねぜひまあ見に来てくださいと誘われて嬉しそうにしていたようですね。まあ、つまりね何も喋ってなくて嬉しそうにしていただけですね。しかもねやっぱりまあここでも伝統療法に関する技に関する話を聞いたようですね。久志様は何でもね技の話が好きなんですね。油絵に関しても本来であれば子供さんをね抱いてる絵とかでその時の感情とかを聞いてほしかったんだけども、高校生に技の質問をしてましたね。そしてね長良川沿いの宿泊先の部屋から遠く鵜飼線のかがり火の風景を眺めてるんですね。京都で鵜飼裁判が起きていて炎上してるのにね完全に墓穴を掘ってますね。そしてね、まあ、京都の国際昆虫会議についても久志様がこの会議の組織委員会からの招待で行ったことをアピールしましたね。まあ、トンボ帰りしてましたけども、国際昆虫会議のテーマは知の統合だったようですね。自分の知識に関しては全くね、披露できませんでしたけども、知の統合がテーマだったようですね。まあ、国際昆虫会議に関しては、久志様もいろいろとね、炎上しましたね。そしてね、まあ、この並行して開催されてた昆虫の絵画展とか写真展とかも鑑賞したようですね。まあ、だからまあそういったね、時間があったわけですね。そういう時間があるんだったらね、まあ、自分の研究発表とかを同じ研究者に聞いてもらったりとかね、したらよかったんですけどね。まあそれでね、そこからの出会いとか交流からさらに視野を広げていくことを期待しておりますってことね、なってましたけども、まあ、視野を広げるチャンスでしたけども、そのチャンスを失ったことに気づいてませんね。トンボ研究者に自分の研究のことをね話せばよかったのに、そういった質問はなかったようですからね。ドイツの研究者はね羽の説明してるのに、久志様はこの中で日本のトンボの種はどれだけいますかって感じで、久志様の知識がないから教えてってことで聞いてたわけですね。まあそしてね、まあ、今後の進路をどう考えてサポートしたいかについては、高校ではね、生徒たちが進路についての説明とか、卒業生による進路とか大学紹介を聞いて、まあ、クラスで先生とか友人と話す機会があったようですね。まあここでね、友人っていうのは自分から見ての友人で、相手から見て友人であれば友達とかね、そういった表現になるわけですね。そしてまあもっとね、仲良ければ親友とか、そういった表現になるわけですね。とりあえずね、まあこっち側からだけ友達と思ってるケースに関しては友人というわけですね。ちなみにね、まあ、久志様に関しては学年が上がる中で自らの将来について考えを巡らしてきたってことですけども、まあ、長男が好きなこと学びたいことに取り組んで自分の興味を大事に持ち続けてほしいと願ってますってことですね。まあ、そしてね学ぶ場所は長男自身がしっかり考えて決めたことを尊重したいと思っておりますってことですけども、今のねつくふに関しては久志様が決めたこととは思えないから炎上してるわけですね。まあ久志様がねもしね決めていても通常であれば偏差値42のお茶の水から筑波大附属高校に関してはいけないんですけどね。しかもそれがね偏差値42のお茶の水から男子がね3人も行ったわけですね。まあ筑波に男子が3人も進学ってことで、まあこの1人がね久志様だから残りの2人はよくね、まあ、スケさんカクさんとか呼ばれてますね。まあスケさんカクさんの進路に関してもどうなりますかね。まあ、一応ねこの進路を自ら決めていく過程で迷って悩むこともあるだろうから、必要な時にこれまでね培ってきた力を発揮できるようにエールを送りたいと、まあ、書いてましたけどね。このエールっていうのがどこのことを意味してるんですかね、まあ、東京大学のことを言ってるんですかね。まあそう考えちゃいますよね。まあ久志様に関してはどこの大学に行きますかね。久志様のリアルが出る大学を選べるかどうかですね。
まあこの辺は難しいと思いますけども、リアルが出てくれば少しは炎上とかも収まると思いますけどね。まあ、ちなみにね、キコ様に関しては、まあ、誕生日を前にね、仲いいふりをしたかったのか、キコ様はね、まあ、カコ様と珍しく一緒にね、公務してましたね。源氏物語をテーマにした刺繍の展覧会を鑑賞したわけですね。まあ、これに関してはね、この間まあその台風とかでアクション合祭が行けなかったんで、カコ様と言ったんですかね。紫式部の名作の源氏物語をテーマにした日本刺繍の展覧会ということで、まあ、愛子様のね、方が、この公務は合ってるんですけどね。ちなみにね、まあ、佳子様に関しては何種類も使い分けながらって感じでね、質問してましたけども、まあ、語彙力がなかったんでフジテレビがまたね、まあ、それではまあ伝わらないということで、ハリオって部分に関しては大括弧をつけてから付け出してましたね。何種類もハリオを使い分けながらって感じで、まあこれはね、アクション件に関してはいつもね、言葉数が少ないですよね。こういう形でね、まあ、何種類も使い分けながらって感じで、このハリオって部分が佳子様に関しては発言してないけども、まあ、ここをまあこの文章にね、入れとかないと伝わんないから、フジテレビが追加してくれてるわけですね。まあ、アクション件に関してはね、いつもこういう形で付け加えられてますけどね。まあ、ちなみにね、佳子様と佳子様が2人で公務をするのは5年4ヶ月ぶりですね。ちなみにね、まあ、前回もどういった公務で一緒だったのか調べてみると、セーブ・ザ・チルドレンのチャリティーディナーでしたね。まあ、こちらですね。レイバー関連の5月13日ですね。まあこれに関してはね、お金をたくさん寄付した人ばかりが招待されるディナーでしょうね。キコ様もカコ様もこういったイベントではお互いがね、仲良くできるようですね。この頃はマコさんも小室圭と金銭トラブルで婚約延期中とはね、いえ、こういったイベントに行ってたら流れも変わったかもしれませんね。まあちなみにね、翌日にはパラグアイのコンサートに行って、でね、まあ、結婚間近にパラグアイから勲章をもらってましたね。ちなみにね、お二人は光源氏が妻で出会った明石の君を表現した着物に見入って、佳子様は緑が綺麗ですねってことで話されてるんですね。そしてまあ紀子様は一針一針思いを込めてとね語って、刺繍針を作る工程で穴を開ける作業が難しいって説明を受けて、紀子様はね、技術が必要と職人の技に感心されてるんですね。なんかまあ二人の感想を聞いているとやはりまあ語彙力がないですよね。まあ、二人ともね、毎日炎上してるのが分かってるわけだから、側近とかも炎上しないように考えてあげればいいんですけどね。まあ、チャット GPT にね、聞いたら、それなりの感想とか考えてくれますからね。そういったアドバイスとかをしたらいいんですけどね。まあ、ちなみにね、チャット GPT は、まあ、画像とかもね、読み込めるし、まあ、専門家としての見解を教えてってことで聞いてみました。それではね、まあ、どういった感想がいいのかってことで、まあ、こういう形でね、述べてくれましたね。そうするとね、歴史的文化的背景の反映で、この訪問着は源氏物語の登場人物を元にしたデザインであって、日本の伝統文化とか文学を深く理解した上で制作されてますねって感じで言えばいいわけですね。刺繍によって表現された花々とか色合いは平安時代の美意識を巧みに反映してて、その歴史的価値が高いですねとかね、まあ、そういったことを言えばいいわけですね。さらにね、まあ、技術の高さで、草野静香さんの刺繍技術は非常にね、高度なもので、生地の選択とか色の配合とか刺繍が精密で計算されて、その技術の高さが光っているところですね。さらにね、白い花々の刺繍は立体感があって生き生きとした印象を与えますとか、感性と芸術性についてもね、この訪問着には作家の豊かな感性と芸術性が込められてますねとかね、いろいろあるわけですね。淡い緑色は明石の君の清らかさとかね、儚さを象徴していて、花々の刺繍はその美しさを際立たせてますねとかね、まあ、全体として訪問着が持つ静かな優雅さが見る者に深い感動を与えてくれますねとかね、もうちょっとまあ考えてほしいですよね。さらにね、まあ、展示方法とかでこのようなね、高級な刺繍作品に関しては適切な照明とか背景の配置が求められますねとかね、展示方法に関しても非常に考えられていて、訪問着の美しさを最大限に引き出しているように感じますとか、まあ、専門家の考えとかを解説してもらって、それを参考にね、自分の感想とかも考えればいいんですけどね。まあ、もしね、この感想とか述べても紀子様とか佳子様の場合に関しては職員に台本をね、用意してもらったのかなって感じになりますけども、ただまあ現場ではね、少なくとも覚えていかなければいけないから、多少はね、努力していることを認められるでしょうね。まあ、なんかまあ2人ともね、感想が軽いし緑が綺麗ですねってことで、まあ、そんなことね、言われても、まあ、なんかそれだけですかって感じでなっちゃいますよね。紀子様に関しても一針一針思いを込めてってことで、なんかまあ中途半端なところで止めてますよね。まあ、主語もね、抜けてるし、いろいろとまあ抜けてますよね。まあ、ある意味ね、中途半端に話すことで、まあ、次はね、そっちの番ですよって感じで、まあ、相手にまあ話を振ることができるテクニックかもしれませんね。紀子様に関しても喋りないなりにどうすればいいかってことで、あまりね、まあ、喋れなくて済むようにそういったテクニックを身につけたんかもしれませんね。ちなみにね、 X の投稿とかでも話題になってましたけども、なんかね、紀子様と佳子様ですけども、動画の中で結構長くね、様子が映ってましたけども、一度も目をね、合わせませんでしたね。
天皇ご一家だったらお互いね見合ったりとかして話したりとかする場面もありますけども、やはりね紀子様と佳子様に関しては仲が悪いけども、まあ、無理して一緒にね公務とかをしてる感じがしましたね。まあ、ちなみに最後にねお二人は大変素晴らしい展示会で感動しましたっていう趣旨の感想を述べてたようですね。ただね昭島家の記事に関してはしっかりと見る必要がありますね。まあ、この言葉から何がね分かるかってことですね。これまあ一見するとねお二人は大変素晴らしい展示会で感動しましたと述べてる感じがしますよね。でもそんな言葉言ってませんね。そういった趣旨の感想を述べたとあるわけですね。つまりね何を言ってるのか分からなかったけども、まあ、多分そういったことを言ってるんじゃないかなって感じでまとめたんかもしれませんね。佳子様と紀子様が具体的にどのようにね表現したんかは分からないけども、全体的な感想としては大変素晴らしい展示会で、まあ、感動しましたっていうそういった趣旨の発言をしたんちゃうかとね思ってそういう形で書いてるわけですね。もちろんねたくさん具体的に感想を述べてくれてまとめるとね、まあ、そういう感想だったっていう可能性もありますけども、おそらく緑が綺麗ですねとかね、まあ、そういった発言とか見ていてもそこがね一番まあ発言した部分としてはマシだったのかそれぐらいしかね喋らなかったのか、まあ、どちらかでしょうね。それとね紀子様の場合に関してはイギリスでの記者会見とかでもごにょごにょ会見で何を言ってるのかね分からなかったですけども、まあ、今回展示会で取材したメディアに関しても、まあ、ごにょごにょね何を言ってるのか分からなかった可能性もありますね。まあ、紀子様の場合に関しては喋っていたとしても発言が断片的で全部ね相手に喋らせようとするから仕方なくこんな感じで言ってましたよって感じでそういう記事にねするしかないわけですね。おそらくね紀子様の誕生日の前日だしお二人で仲良く公務しているように感じたのかもしれませんね。でもねタイミング悪く女性自身がまたね久様の話題を報じましたからね、久様がね英語と数学の授業で教科書レベルの質問に戸惑われたわけですね。まあ、共通テストでね英語と数学に関しては両方とも200点の配分だから合計ね400点なわけですね。共通テストで一番対策しなければいけない科目ですよね。英語はリスニングが100点でリーディングが100点で合計200点ですね。まあ、数学もね数 1A とか数 2B って感じで2科目で200点なわけですね。まあ、その400点で教科書レベルの問題が分からなかったら共通テストで何点ぐらいね取れますかね。まあ、推薦枠だったらね共通テスト0点でも東大に行けちゃいますからね。まあ、そこが一番の問題ですけども、久様に関してはこれまでも成績不振というような報道が多いですよね。現代の国語に関しては赤点レベルと報じられてテストがねなかったよってことで同級生が擁護してましたけども、まあ、今度はね教師が久様に質問して教科書レベルの質問に関しても分からなかったと指摘をされてましたよね。同級生もね一緒にまあ授業を受けてるんだったら擁護してあげればいいんですけどね。久様の同級生と名乗るアカウントのノマドさんに関しても今回の報道に関しては特にねつぶやいてませんね。まあそれにしてもね久様はすごいですね。幼稚園から高校卒業まで誰もね久様が登校する姿を撮影しようとする人がいませんでしたからね。本当にね年に1回か2回撮影されるレベルで、それもね休みの日のバドミントンの試合の日とかでイレギュラーな日だけですよね。小室圭の時に関しては異常でしたけども、マンションの周りにたくさんの人が集まって YouTuber とかもね、まあ、構えて玄関の中まで入って捕まる人もねいましたね。でもね久様に関しては撮影したらアクセスが稼げることが分かってるわけですよね。だからね毎日トレンドになってるわけだから普通だったら突撃して邪魔にならない程度に撮影する人が現れてもおかしくないわけですね。愛子様に関しては毎日ね誰かしら門の前で待ち構えて手を振ってるようですからね。久様もね車で投稿するんだったら、まあ、その姿を車越しでもねいいから一人ぐらい撮影する人がいてもおかしくないですけどね。久様はね送迎する車だから車マニアの人からしたら普通の車よりも、まあ、防弾ガラスとかね仲間頑丈になってるとか仲間マニアックな仕様とかに、ね、なってるんちゃうかとかそういったことが見れますからね。それでね、まあ、そういった後続の車っていうのは出てくる時に撮影する価値があるから撮影するカメラマンがいるわけですね。しかもねそこにまあ久様が車を降りる場面とかを撮影できるチャンスですよね。毎日大体ね同じ場所に降りてるはずですよね。少なくとも毎日同じもんから投稿してるはずですよね。でもね日本国民の誰一人久様に興味を示さない状態が17年間続いてるわけですね。ちょっとこれに関しては異常ですよね。まあ普通にね学校に投稿してないだけだと個人的には思いますけどね。まあ皆さんはねどう感じたのかコメントもらえると嬉しいです。まあいろんな意味でね久様に関しては日本の象徴にはなれないと思いますけどね。まあそれにしてもねやはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。また誰が最初に逮捕されますか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。概要欄に Amazon アソシエイトリンクを貼っているんで、何かお買い物をするときにこのリンクから飛んで好きなものを買い物してもらえると僕に少し紹介料が入るんで嬉しいです。
またね、メンバーシップでも定期的にどんな商品が購入されたかも発表しようと思います。誰がね購入したとかそういったことは分からないんで安心してください。皆さんのサポートがこのチャンネルの成長に大きく貢献するんでよろしくお願いします。またね、チャンネル登録もまだの人は登録お願いします。